介護の仕事が辛いなと感じたら、取れる選択肢は変えるか耐えるかの2つになるんだと思う。例えば人手不足で走り回るように介護をしないと一日が終わらなかったとする。変えることを選べば業務の流れを見直したり、必要性が低いサービスは中止したり、思い切って他の事業所に転職するのも一つだと思う。耐えることを選べばこれまでと同じ業務を明日も明後日もしあさっても続けることになる。いち早く今の状況を何とかしたいなら変えることを選んだ方がいいんだと思う。でも具体的にどうしたらいいのか分からず途方に暮れたり、変える労力の方が大きくてこのままでいいやと思ったり、いろんな人の考えの板挟みになって身動きが取れなくなったりすることもあると思う。そんな時変えることはできていないかもしれないけど、耐えて今を積み重ねることはできている。その結果1ヶ月後は今より業務が体になじみ、走り回らなくても一日が終わるようになっているかもしれない。半年後は職員が増えて少し負担が軽くなっているかもしれない。1年後は知識や経験や仲間が増えて大変だけど楽しい仕事だなと思えるようになっているかもしれない。すぐ新しいことにチャレンジできなくても大丈夫。昔から続けてきた習慣を変えられなくても大丈夫。じっと耐えている今も必ずつながっている道があります。変えることも耐えることもあなたが選ぶ選択肢を応援しています。